はい、ともしーです。今日はですね、有料級の Uber Eats で稼ぐ方法3つをお伝えしようと思います。忘れないようにね、動画の保存をお願いします。関係ないですけど。はい、一つ目は毎日13時間稼働するです。 Uber Eats はね、稼働すれば稼働するほど稼げるので、まあ、最低でも1日10時間フルで稼働すると13時間 Uber Eats 稼働できるんですね。昔は24時間稼働できるんですけど、なんか働かせすぎないようにってことで、1日にこうログインできる、オンラインできるの13時間だったんで、時間を使い切ってください、毎日。2つ目、バイク、原付で配達してください。自転車とかウォーカーとかは稼げないんで、バイクにしてください。バイクにしないと単価が安いのとならないのがあるので、自転車とかでやるのは稼げませんので、バイクでやってください。まあ、最初はチャリでもいいけど、バイクになることを念頭にチャリならいいですけど、ずっとチャリでやるんだっていうのはないです。3つ目は東京の都心で稼働してください。六本木とかね、港区とか新宿とか、その辺です。以上、 Uber Eats で稼ぐための方法はこの3つです。なんかね、鳴らそうとかいう話あるじゃん。超えれば鳴るっていう、違うんです。鳴るとこでやるのが鳴るんです。鳴らすは無理です。鳴らぬなら鳴るまで待とうほどドギスじゃないですけど、自分で注文を入れる以外鳴らす方法なんかないですから、鳴るとこでやってください。あと、自転車稼げないですから、自転車やるのやめてください。自転車漕ぎたいんだったらチョコザップ入ってエアロバイク漕いでください。ただお金稼ぎたいんだったら、ウーバーイーツやるんだったらバイクだけです。自転車はダメです。もう全く見える世界が違います。で、東京都心でやるのは、東京都心はもう入れ食いなんで、他のとこでやっても意味ないです。ならねえな、これウフーデリダメかもしんないっていう人は港区に引っ越してください。以上、ともしでした。